人生なんとなく一段落終わってこうあと先は置いていくばかりとかっていうね辛い気分を持っちゃうとこういう症状になりやすくなりますので今の年齢でもできることっていうのをねしっかり考えていただきたいなと思いますえ皆さんこんばんは三浦クリニック院長の三浦直樹です。 今日も診察が終わりまして、今日の診察の中でもね、うちのクリニック女性の患者さんがすごく多くて、実はあの、この YouTube の番組も登録してくださってる方の94%が女性っていうね、データがこの間出てきまして、ちょっと女性向けのお話もしっかりしていかないといけないなと思ってね、今日はそういうお話させていただきます。ご興味がありましたらまたチャンネル登録とかね、高評価、ご質問ありましたらね、コメント欄に記入していただければいいかなと嬉しく思います。では今日もよろしくお願いします。 今日は2023年の4月の末なんですけどもこの4月から5月ってねなんとなく春のなんとなく楽しいっていうエネルギーのとこから5月に落ち着いていく時に5月病とかってよく言いますけどちょっと鬱っぽくなりやすい方も多かったりしてね精神的にふさぎやすいっていう方も多いんですが今ねこの時期に影響を受けやすい女性の症状としては最近よくやります更年期症候群っていうね昔は更年期障害って言ってましたけど 今更年期症候群っていう女性特有の病気って言われてますけどこの病気がねちゃんと病名として定められてる国って先進国ぐらいで極端に言うと本能的に生きてられるお国っていうんですかね命に関わるような生活をされてる国の人にはすごく少なくてですね日本はある意味豊かで自分と向き合う時間が多いからこういう症状がよく起こってくるんだみたいなこともねよく言われるんですけどまあ現実的に症状としてあるのでこのお話をさせていただくと原因はねやっぱり。 皆さんご存知の通り、ホルモンバランスが崩れてくるっていうことですね。思春期の頃から比べて、あと、お子さんを産む年齢、それから、人によっては閉経を迎えて生理が終わっちゃうっていうような時に、女性ホルモンのバランスがね、特に大きく動いて、実際、血液検査なんかでもね、コレステロールが上がってきたり、血圧が変わってきたりっていうような症状も起きます。自律神経が動くと、まあ、更年期症候群の症状として、まあ、一番多いのはホットラッシュってホテリが出てくるとかね、血圧、 がが上がるるっぽくなるそれからよく寝れなくなるとかねあと冷え性になるとかイライラしやすくなったりっていうようなことが起こってくるんですけどこれはね精神的なお話をさせていただくと中年期以降の生きがいをねしっかり持っていただくっていうことがすごく大事でこれからの人生何してい,いきたいかとかねこれやりたいあれやりたいって思ってる方はなりにくいっていう傾向があるんですけど今後の人生ね辛く悲しく考えてしまって自分ってどう生きていったらいいんだろう とか子育ても終わって人生なんとなく一段落終わってあと先は置いていくばかりとかっていうね辛い気分を持っちゃうとこういう症状 なりやすくなりますので今の年齢でもできることっていうのをねしっかり考えていただきたいなと思いますお孫さんがいるとなりにくいとかっていうデータもあるんですけどまあそれはねそれぞれの環境が違うので一概には言えないんですけども自自分分が生きててていいいくく楽ししみっっっうのを自分ででかり作っていくでこれ女性ホルモンなんで女性ホルモンって何かっていうと女性ホルモンが一番たくさん出る時っていうのは有名なホルモンはオキシトシンっていうホルモンでこれは。おお母さんんが赤ちゃんににっぱいをあげてる時に 一番たくさん出るっていうホルモンなんですけどもこれはね男性でも出ますし別に妊娠してなくてててななくくももげ出ますこれをね増やしていく方法としてはもう一人の自分をイメージしてもらってもう一人の自分が自分を褒め育てていく赤ちゃん育てるような感じでね「今日もよく頑張ったね」とか「今日あれできたねこれできたねえらいえらい」ってこう自分を褒めていく。 こういうことをするとね、ホルモンが出るんですね。オキシトシンっていう褒め育てホルモンがね。こういうのが出ると女性ホルモンの働きが活発になって、こういうね、更年期症状が起きにくいっていうことがあって、私のクリニックの診察室ではですね、診察室にね、鏡があるんですけどね、なんで鏡があるかっていうとね、カウンセリングをしてる最中とかにですね、ちょっと自己評価が低い人とか、落ち込みやすい人が来たらですね、鏡に向かって自分自身を褒めてもらう練習してもらうんですね。今日はあれができたとか、今までよく頑張ってきたねとか、 かね、そういうことでね自分をしっかり褒めていって自分をもう一度子育てするように褒め育てていくちっちゃい時ってただ歩いたりうんちしたりご飯食べただけでみんなをわって褒めてくれたんですけどすごいすごいって言ってみんなが褒めてくれたんだけど大人になるとねどうしてもあれできなかったこれできなかったこうするべきだったって探しちゃうのでねそうじゃなくってできたことを認めてていいくっていうことを、ね、もう一度しっかりやっていくできたらそれをね僕はノートに書いてください1日の最最後後寝る前とかかに、ね、しっかり書いて最後、ね 寝る前瞑想する習慣があるような方はゆっくり瞑想してもらってもいいんですけどしっかり自分と向き合って呼吸してね「今日もよく頑張ったね」って生きてるだけですごいよっていうようなことをね自分で自分を認めていくっていうようなことをしていただくことをお勧めしていますクリニックではね実際に高年期症候群の方には女性ホルモンのバランスをね整えるような漢方薬とかをよくお勧めしてますこれもねすごく効果がある人にはね効果があって昔からねこういう高年期症状って 東洋薬では血の道症って言いますけど血液の循環が悪くなるっていうことが言われてるので呼吸をするとかさっき言った体を冷やさないこととかねしっかり運動していただくこととかそういうことをねしっかりやっていただくっていうことですね代表的な漢方薬も何種類かありますのでクリニックに来ていただくと名前言った方がいいですかえよく使うのは「軽視伏量がん」っていう漢方薬とか「神醤用酸」イライラが伴う時はこの「神醤さ酸」っていうのがね精神症状を伴うきはよく 使いますねそれから陶器芍薬さんってもう女性ホルモンを高めるのに有名な陶器っていう漢方薬がありますけどそういうものの漢方薬を処方させていただいてこの更年期症候群に対応していただくっていうことが多いです対応の仕方はね西洋薬の先生はあまり漢方とかご存じない先生もおられるのでいくつかありますのでねまたクリニックに問い合わせていただければいいんじゃないかなと思いますでは今日もねこの更年期症候群の話これで終わらせていただきます のでご興味がありましたらチャンネル登録高評価ご質問ありましたらコメント欄に記入していただくと嬉しいですでは今日もねこのお話はこれで終わらせていただきます皆さんどうもありがとうございました